ここが BCP の射撃訓練場だ。BCP では週2回の射撃訓練が義務付けられている。イヤープロテクターはその壁にかけてある。実弾を使うんでかなりの音になるんだ。俺も使っていいのか？構わんだろう。税関で銃の登録はしてるんだろ？ああ、登録は済ませた。弾のライフリングまでな。あの右の端末を使えば訓練プログラムが始まる。現れるマンターゲットの命中率と命中箇所が分かる仕組みになっている。ただし、このプログラムは無反動銃、つまりリフトガン用に設定されているからな。リフトガン？無重量でも使用できるように反動が抑えられている銃だ。このコロニーではほとんどの銃がこのタイプだ。弾丸が銃口を離れた瞬間に二次爆発を起こすんだ。ロケットのようにな。だから反動が生まれない。銃口を出た後に爆発してよく狙いがずれないな。レーザーでターゲットをロックオンしてるからだよ。もう重心の役割はない。さらに銃に反動を吸収するシステムが組み込まれている。リフトガンはいかにロックオンするかが問題なんだ。実行プログラムはターゲットモード、トレーニングモード、コンバットモードの計3モードが用意されている。それぞれ様々な状況を想定した特徴のあるプログラムが取り入れられている。昔ながらのメカトロニクスと最先端の立体映像エレクトロニクスを駆使している。それじゃあ VR なのか？いや、実戦に近づけるために VR は使っていない。銃も実弾を使う。安全性の追求だけでは訓練にはならない。軍でも銃の訓練に VR を採用していないのと同じだ。ここでは撃てば現実に風穴が開く。見た目は少し古い感じを受けると思うが、そこいらのバーチャルリアリティとは違う。そこのインテリジェントターミナルで選択すれば作動する。
ジョナサン、薬莢を拾っていけよ。リフトガンは薬莢が出ないんだ。苦情が殺到する。なるほど、分かった。エドは訓練しないのか。いいんだ。どうして。お前の腕を久々に見てみたいな。俺は上手くない。もう目が良くないんだ。おかしなやつだな。ここが BCP の正面玄関のロビーだ。大きさを無視すればホームの警察と大差はないはずだ。整然としすぎてるがな。Thank you.
おジョナサン、分析結果が出とるぞ。ゴールビーも頑張ってくれた。えらく早いな。当たり前じゃ。ゴールビー、まずジョナサンから預かったカプセル剤じゃが、ジョナサン無駄足だったかもしれん。わざわざビヨンドまで来たようじゃが、4つのカプセルはどれも徳川製薬が扱う新薬じゃ。インドメタシン ZL、 これはインドール誘導体を含む解熱鎮痛剤。次はパラディソン、これはペンゾジアゼジン誘導体を含む精神安定剤。そしてハイファイトミン、これは B12 を含む水溶性ビタミン。最後はフェドレジン、これは塩酸エンドルフィンを使った交感神経興奮性鎮外剤。ビタミン剤、風邪薬、咳止め、精神安定剤。麻薬の一種ではなかったの。どうやらそうらしいの。これは単なる薬じゃ。それも発売済みのな。なぜ北条はただの薬を大切に持っていたんだ。何か細工があるんじゃないのか。製薬会社の社員なんだろ。カプセルにマイクロフィルムを隠すとか。そうまで言うのならこれを見てみるんじゃ。4つの薬品の成分と化学組成の分析結果は、数値も何もかも徳川が申請している薬と全く一致する。さらにあまりよく知られてはおらんが、正規の薬には全てその内容薬が何であるかを示す製剤識別コードというものが薬の表面か包装に記号化されて示されているんじゃ。この白い部分のマークが徳川製薬製を示し、その横の数字が薬品名を示しとる。これらのカプセルもこの規定に従い、製剤識別コードの表示と内容が一致する。つまりごく普通に大量流通している薬じゃ。どれも特別な薬ではなく、何の共通性も見出せん。いや、ただどうした。一つ腑に落ちることがある。これを見てくれ。これはカプセルのコードの拡大画像や。こうしてみるとこのマークは確かに徳川製薬の識別コードなんじゃが、見るんじゃ、三つ葉葵の上の部分が欠けているじゃろ。今のプリント技術ではこんなミスは起こさん。あ、確かに欠けている。しかもこの欠けている部分が右と左で対になってるんじゃ。4つのうち2つが左の歯が欠け、残り2つは右が欠けている。偶然じゃろうかな。プリントミスでないとすると意図的な印。徳川製薬品の偽物じゃないのか。それにもう一つ、このカプセルは封入式でなくキャップ式を採用している。キャップ式カプセルは半世紀も前に使われなくなってるんじゃ。北条はどうしてこのカプセルを。このカプセルに何があるんだ。そしてこのカプセルのためにロレインも。しかし徳川製薬が関係していることは間違いない。徳川製薬社員の行方不明、不可解な徳川製薬のカプセル。ビクトル、歯の方はどうなんだ。こっちの方はズバリじゃったよ。この歯はブラックポピーの歯じゃ。ブラックポピー？黒消しだ。
合成麻薬ナークを作る原料となる。ああ、ニュースで言ってたやつか。そうだ。毎日合成麻薬ナークに関する事件は絶え。やはり麻薬絡みか。ビヨンドにおける消し栽培は何年も前に完全に撲滅したはずだ。これはホームから密輸したものだろう。となると北条は黒消しの密輸に関与していたのか。それが、見てくれ。これはこの葉の断面図じゃ。普通ホームで育った植物からは必ず大気汚染物質が検出されるんじゃ。じゃがこの葉は綺麗なもんじゃ。綺麗すぎる。つまり地球外で栽培されたものということか。さらに限定を裏付けるウイロイドの一種が検出された。ウイロイド。これがそうじゃ。植物細胞内に感染して増殖する病原体じゃ。しかもこれは5年前にビヨンド内だけで大流行したウイロイド S 型。ということはこのビヨンド内のどこかで黒消しが栽培されているということか。密輸ではなく。で、この葉が半分の意味は。それはわからん。切断面から人工的に切断されているのは確かじゃが。ナーク取引の際の割り符かな。さっきの製材行動と関係してるとは思えないが。とにかく北条の失踪にはナークが絡んでる。そしてその舞台になっているのが徳川製薬。ますます厄介だな。これまでにも徳川と麻薬の関係はささやかれていたんだが、上からの圧力もかかってうやむやになっている。数年前に本部長が AP を使って大々的に捜査を続けたが失敗に終わった。それからか。ゲイツに根性がなくなったのは。確証がつかめんことには手を出せん。ジョナサン、この件は思ったより根が深そうだ。下手すれば死人が増えることになる。ともあれ、徳川製薬へ行ってみようぜ。北条の勤めている会社だ。何かわかるだろう。徳川製薬なら案内しよう。ただし慎重に行こう、ジョナサン。徳川製薬なら世話になったからな。酔い止め薬で。他に質問は？Thank you.
よし、ジュノさん、捜査に出かけよう。BCP 前だ。さあ、捜査に出かけよう。足は？そこに BCP のポリスカーがある。あれで現場へ向かおう。BCP の最新型ポリスカーだ。ビヨンド内では向こう外車両しか走行してはいけないことになっているんだ。排気ガス0、電気6、ソーラー4の併用車だ。それでここにはガソリンスタンドがないのか。充電スタンドならあるがな。ホームと違ってバッテリーの重金属回収も徹底されている。よし、ジュノさん、捜査に出かけよう。ジョナさん、乗れよ。何年ぶりかな、エドの無茶な運転を体験するのは。ホームのスポーツカーとは違う。そんなにスピードは出ん。安心しろ。コンピュータのサポートシステムを搭載した知能カーだ。ちょっとは安心だな。なんだ？あれが最新のパトロールの方法だ。コロニー内をわずか数十分で巡回できる。俺たちはまさに時代遅れだな。さあ、俺たち流の捜査に出かけよう。ジョナサン、タバコはダメだ。禁煙者か。コロニー内での喫煙は禁止なんだ。このタバコは副流煙の出ないもの。肺がんになるのは俺だけです。ここはホームとは違う。ここでの喫煙は立派な犯罪だ。しかも肺を提供するドナーにもなれん。道徳的にも恥じる行為だ。火はつけん。口に加えてるだけだ。しかし、いつからだ。昔は吸わなかった。迷惑はかけん。ここにしばらくいればやめられる。そうかな。そうさ、必ず吸わなくなる。そのうちな。